あれペットなくなったよ。あ、本当だ。一回復活するたびにペットなくなるんだ。アイテム全部なくなった。取ってくる。まだいいんじゃねえの？ん？いいやつ。いるかな。私にはきっと盾があるから。お、本当だ、強え。すごい強いね。いや、使った。うん。こんなに強いと強くなった気持ちになっちゃうね。うん。気がでかくなっちゃう。これは、いらん。そう。矢は回収できないんだ。ああ、撃って当たったやつは回収できないっぽい。あ、そうなんだ。うん。あの、どこにも当たんないで土に刺さってるとかはできるみたいだけど、うん、ほほほほ、あの木とあのなんだっけ、手かけらみたいな、石のかけらみたいな、うんうんうん、あれがいっぱい必要になってくるね。めっちゃ強くない？強いね。でしょ。うん。だからいけると思っちゃうでしょあいつ。うん。無謀な戦いをしたばっかりに死んでしまったから気をつけなければ攻撃はそれなりに当たるんだけど、うん、相手の攻撃が痛かったっていうね。そうそうそう、痛かった。オッケー、どうしようかね。こんなにしちゃったけど家の周りまあここを整地して広げようよ。しょうがない。そうだね。うん、広げてって、うん、家の立ってる高さまで整地しちゃいたいね。で、うん、家ちょっと高いところにやっちゃったからさ。レベル20のアクティブがいる。散歩しやがるあいつ家の高さこっち側だって2段ぐらいになっちゃうでしょ。うん、だからこっち反対側だね。こっち側だとあの1段、うんうん、置くだけで、まあ、この穴塞いで1段置いて、うん、でここら辺切り崩しとけばさ、まあ、いろいろ広げるには、なるほどね、いいと思うんだよね。このフリント取って穴埋めようかな。もったいないし使うし。確かにね、埋めるだけだったら取っちゃった方がいいよね。ねえ、よし、少し冒険の幅が増えた。増えたね。これで、ね、ちょっと強いと思ってすぐね強いやつに行こうとしちゃうからよっしゃ行こうみたいなね。でこのゲームは建物、ダンジョン的な建物もあるみたいだから。あ、そうなんだ。うん、だからそれを攻略してって、うん、まあ、攻略したことで何がどうなるかが分かんないのがね、うんうん、日本語化したいんだけど、日本語化しよ、お、ちょ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 、ん、あ、なんか新しいのある。うん、よし、撮ってみよう。日本語化したらさ、あのレベルの高い敵、うん、に接触したらクラッシュしちゃってさ、うんうん、ダメだからさ。鉄じゃね、まあ、これマジで。カッパって鉄じゃなかったっけ。あ、カッパ銅じゃね。あ、銅か、銅か。まあでもね、石からちょっと成長した、うん、一個上に行ったね。で、カッパ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 、銅かなうるせえかカッパ、鉄？どっち？ブロンズ？どう？やばいよ、頭の悪さが披露されているよ今。鉄？あ？どっちだ？さあさあ、作業しよう。そんなことはどうでもいい。ごめんね、ちょっと穴開けてってるけど。いいよ、いくらでも。
どうせ取れるなら取りたいじゃん。あ、これで終わりっぽいな。終わりっぽい。うん。取った。さあ、それで新たな道具が作れるのかい？作れるのかい？あ、穴だらけになっちゃった。まあ、土は大量に持ってるから大丈夫だよ。家戻ってきた。よー。さあ、どうだろうな。排水口みたいなやつ？多分、つなげるやつじゃない？パイプとかあるから。ウォーターパイプとか。ほほほ。じゃあ水引けるんだね。ぽいね。グライダーとか。フルーツディスプレイスタンド。ディスプレイ？並べる？並べんの？並べんのかな？で、多分、インゴット的なものにしないとダメなんじゃないの？これもしかして。あ、そうなんだ。多分ね。あ、でもまあ、そうだよね。じゃあ、炉が必要になってくるってことだよね。ねえ。家がこんな手狭になると思わなかったな。そうね。もう最初からいろんなものが家からはみ出てるからね。うん。少しずつ幅は広がっていってる。あ、そういえば頭の上にいたウサギがいない。うん、お、どこ行った？あ、私死んだからか。置き去りか？ね。食われたわ。食われたか、一緒に死んだか。残念なことに。あ、でもなんかこういうの久しぶりだね。うん。あの、マイクラチックな。ね。うん。マイクラもう何年やってないんだろうね。ああ。かなりやってないよね。そうだね。逆にすごく人気になるとやらなくなるみたいな。なんかね、ちょっとずれてるよね。確かに、なんだろう。マイクラやってた、やる前か。うん。とかさ、すごい、うん、動画とか見て調べてって。うん。YouTube とかでもさ、うん、マイクラの特集、うん、みたいになって、うん、もうすごいいろんな人がマイクラやるようになったって言った頃にはちょっとやってなかったよね。もうあのセブンデイズとかってね。そうだったね。セブンデイズの方にも行ってたね。ね。マイクラもいいんだけど、マイクラはあれなんだよね。よく目的見失っちゃうんだよね。ずっと掘ってるからね。そうそう。で、セブンデイズもさ、うん、ちゃんとほら、7日ごとに来てくれるから、うん、1日2日は目的見失ったところで、あ、やんなきゃやんなきゃってなるけど、うん、マイクラの場合は違うじゃん。まあそうだね。とことん、その作りたいものを作るっていう。そう。で、エンダーとかいるけど、うん、うん、もう冒険をするのか建築をするのかっていうのが自由でしょあれ。うん。ね、なんか気づいたら穴掘ってばっかりで私たちは何をやっているんだみたいな感じになるじゃんあれ。うん。そうそう。そうだね。そう。で、立派な建築物建てられるわけでもないしさ。そうなんだよね。そう、センスがないからね、まずそこの。なかなかね、どうやって建てたらいいか分かんないの。もう豆腐大好きだもんね。で、出来上がったと思ったら豆腐になってるから大抵。そう。しかも、なんてことでしょう、セブンデイズでも豆腐ですみたいな感じだからね。セブンデイズでも豆腐拠点建ててるよみたいな。結局こっちでも豆腐だからね。そうそうそう。ほら、立派な豆腐ですよ。しかも屋根がない。
ちょっとなんかいろいろ調べてかっこいい建物とか建てようぜっていう話なんだろうけどさ、うん、なかなかそうならないよね。やっぱそうだね。まあ少し最初の頃、マインクラフトは最初の頃はさ、うん、なんかおしゃれな家建てようみたいな、現代風の家建てようとかさ、うん、そういうのやったけどさ、うん、もう力尽きちゃったね。あれだよ、私何でね、うん、挫折したかっていうとね、うん、挫折っていう言い方は変だけど、マイクラの建物を建ててた時に、うん、屋根、おうおうおう、うん、屋根を建てるのがもうダメだった、うん、ああ屋根ね、うん、自分の思い通りの角度で家を作って、うん、三角屋根にしたいってなった時に、うん、頭悪いから角度とかうまい感じで三角で屋根にしたいのに、うんうん、高さがずれるとか、うん、数が合わないとかってなってきて、だからその上に当たる部分、うん、屋根のところもね、うちらは計算してないで適当に作るからさ、そう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 、一ブロック多かったとか少なかったとかよくあるからね。そう、ここまで作ったのにまた一個減らすのは嫌とかさ、うん、ってなるじゃん確かに、もう最初からね、数数えてやりゃいい話だろうけどさ、うん、もうね、そう、そういうのがもう残念っていうぐらいダメだからね。もうそこら辺もうズボラな人間だから、こんぐらいでいいんじゃない？こんぐらい広さあったら十分でしょうとか、これぐらいは欲しいよねみたいな感じで、そう、そういう決めるだけだからね。性格がアバウトだからね、アバウトに作ろうとするからいけないんだよね。そうなんだよね。結構見ると数えてたりするもんね。そう、他の人たちがやってるのね。うん。ちゃんと数えて1、2、3、4ってやってるじゃん。うん。まあ、それが何よりめんどくさいっていうか、だいたいここからここまでのマスみたいな。ね、確かにね。そう。で、一応、最初は数えるんだよ。うん。何マスって。うん。でも、なんかね、中身のことも考えてなければ。結局、しかも数えてるはずなのにさ、そう。合ってないとかね、そうなんだよね。そうなんだよね。数えてるはずなのに。計算も適当だからダメなんだ。そう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 。本当ダメね。ねえ。もうそう、なんだろうね。話だけ聞いてると、このゲーム、こういうゲームは向いてないっていう感じだけどね。うん、確かに。ただ楽しいからやるんだけど。いて。なんか来てる。何が？大丈夫か？いや、もう。大丈夫か？あれね、リュウさんの方で戦いになってもこっちでも戦闘音楽になるからドキドキするね。ああさ、俺の方全然さ、もう音を消しちゃってるぐらい小さくしてんのか。そう、突然戦闘の音楽みたいになるからさ、何何何、うん、ってなる。あ、本当。うん、そう、動画撮ってる時さ、結局音を大きくしちゃうじゃん。うん、だから背景音とかすごいちっちゃくしてんだよね。ああ、そっかそっか。うん、自分たちの声別撮りじゃないからさ、うん、自分たちの声を大きくしようとしたら背景音もでかくなるから、うん、だから基本的に自分がプレイしてる時は音がすごいなんか遠くの方で小さくなってる程度。これやばいかな大丈夫かな、大丈夫だろういやいや、音の調節したんでしょ。うん、したつもり。カメラテストもしたんでしょ。うん、したつもりそれならいいんじゃない、ちゃんとするようにって言ったからしてるはずだけどね。うん、したつもり。アバウトだからね。もうなんか広がった、すごい広がったね。うん、広げすぎじゃね。え、いや、なんかこの辺取れるからさ、取りたいの。ここは塞いでいいの？うん、塞いでいい。
結構奥の方まで掘っちゃってるから。うん。だいぶ広がった。ね。うん。もうこれで普通にいろいろ建てられるでしょう。ね。しちゃうんだよね。マイクラもそうだったし、これもそうだけど。そうだね。だいぶ集中して無言になっちゃう。冒険でな。ウサギハマってるよ、ここに。え？あ、ピックアップってやったらまた頭の上に。え？そうだ。え、してんの？いや、ハマってたからね。よし、頭の上にウサが乗りました。モヒカンウサです。こんな感じです。あ、だいぶいろいろ作ったね。何が？いろいろ物を作ったなと思って。あ、外？うん。そうそうそう。置くためにもさ。で、そしてすぐ木が生えるっていうね。早いね。うん。まあ、資源がなくならなくていいんだけどさ。そう、なくならないよね。これを奥をもうちょっと伸ばし、さらに横に伸ばし、うん、こいつどうするって感じでしょ。こいつ、たださ、味方がたくさんいるからさ、やられる可能性あるんだよね、下手に手出すと。怖いね。多分こいつは一発じゃ倒せないだろうからね、うん、攻撃してみようかな。え？するんだったら一緒にするで。やってみる？いいよ。てい。逃げてった？逃げてった。逃げてったね。仕留めるぞ。はい。どうせなら、あー、遠。足速っ、あいつ。はい、いや。持ってきた。持ってきた、持ってきた。やべやべ、はいはい、どうされた。はあ、どこ行った。ん、戻ってきた。え、また戻ってくるのかな。ドイツだかわからないよね、あれだと思うけどな。やべ、来た、行ったり来たりしてる、あいつ。ね。あ、鳥にも当たっちゃってるよ。私も当たったっぽい。どこ行った？あー、また。来た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 。やばいやばい、いて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 。あれ、やだー、死んだー。あれ、私の攻撃当たってないの？なぜ？
あれ弓が攻撃できないぞ。弓なくなったぜ。ただいま。なんで？何が？弓が攻撃できない。弓あるの？あるある。あるのに飛ばなかったよ。どうせならあいつ仕留めたいんだけどな。飛んでるっぽいよ、でも。うん、飛んだ。今飛んだ。吹っ飛ばされた。やられた。やられた。ただいま。あ、ペットなくなった。ああ。やられた。え、私死んだのどこだ？違う。ランダムスポーン。最初のスポーンしたとこから大して離れてないんだよね。こいつ強えな。強いね。倒したいけど倒せないね。ね。うん。諦めるか。諦めるか。まあ、ここからいなくなったからよかったけど。可愛い顔して嫌なやつだね。うちらが怒らせただけなんだけどね。そうだよ。はい。はい。同じ格好のおっさんとおばさんが並んでますが。ケイ、下向いてるね。そうなんだよね。うつむいてるね。なんか寂しいな。おっさんとおばさんが並んでますが、じゃあまた次回ハイさん来れたら入ってもらいたいけど、まあまたこの続きを、そうだね、うん、やりたいと思いますので、はい、はい、一度じゃあここで終了します。はいはい、はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあまた次回。はーい。はーい。